ムサバローはガンビアバンジュール出身のプロサッカー選手。ガンビア代表。イタリアセリエ A のボローニャ FC に所属している。ポジションは FW。2016年にアタランタ BC のプリマベイラに入所。2017から18シーズンにユースリーグに昇格。2018年1月の時点で15試合の出場で19得点を記録するなど、早速注目を集める。 同シーズン終盤にトップチームに昇格。4月19日のベネベントカルチョ戦でプロ初ゴールを決めた。同シーズン終了後には、まだプロデビューしたばかりにもかかわらず、ユベントス FC、インテルミラノ、ボルシアドルトムント、SS ラツヨ、チェルシー FC、トッテナムホットスパー FC 同位いった有力チームが、バローの獲得には興味を示すまでに注目された。 さらに2018年度にゴールデンボーイ賞の最終候補にも名を連ねた。翌2018から19シーズンはゴールから遠ざかったものの、2019年5月11日のジェノア CFC 戦でシーズン初ゴールを決めた。2020年1月17日、ボローニャ FC へ買取オプション付きのレンタル遺跡が発表された。 2018年9月8日のアフリカネーションズカップ2019予選のアルジェリア戦でガンビア代表初出場を果たした。ありがとうございます。